ハロプロ反応集へようこそ。今回は道重カメラの新作福ちゃんと鞘師に対するみんなの反応集です。二の腕の感触を味わってるな。表情がリアル。リホちゃんが嬉しそうで何より。胸元に顔を置きながら二の腕触るってもう。さすが伝説のエースと呼ばれるだけのことがあるなわら。鞘師だけの特権。福ちゃん相手だと少年に戻るよな。少年わら確かに。撮影者もハーハーしてるんだろうなこれ。またしげるさんがもっとくっついてみたいに誘導したんだろ。式場カメラマンかよ。道重ストリーズ更新。なかなかいいのが追加されたね。一枚目の表情が完全に変態のそれで笑う。なんか福ちゃんの感触に近いのはこれだみたいなヤバい企画やってたよなわら。こんにゃく石鹸だったかさんまがヤンタンでその話を聞いて買いに行ったんだよな。こんにゃく石鹸そんな企画確かにあったな。完全にママと赤ちゃん。道重が2日とも来てた理由はこれだな。廊下に鳴り響くシャッター音。道重ナイスですね。この画像は誰が撮ってるのか気になる。マネテじゃないかな。道重のカメラホルダー。左右のスマホは絶対に落としたらダメだな危険すぎる。あれ今って2013年だっけ。昔を思い出してほっこりした。道重カメラさんが出せそう。相当溜まってるはずだからそろそろ出してほしいね。左右オタだけでなく90日くらいまでのオタも買うないようなはず。ソロ活動してる時とは表情が全然違うな赤ちゃん鞘師かわよ。今回福ちゃんと撮ってる写真の鞘師全部このご満悦顔してて本当大好きなんだなーって。あの頃と変わらない二人エモい。今回の動画は以上です。よければチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。